クロスカントリー競技場である。愛称はスノーハープ。1998年に開催された長野オリンピックでクロスカントリースキー競技会場として使用された。当期間はクロスカントリースキーやスノーシュー、グリーンシーズンにはローラースキーやインラインスケート、ランニング、サッカー、マウンテンバイク等多目的にスポーツに利用可能。 敷地面積は37.7ヘクタール。コースの距離は A コース B コースは4 8トル C コースは7 8トル各コースを組み合わせて5トルから5 0トルまでのすべての競技が行える。事前の環境影響評価調査の結果、ワシントン条約で保護されている猛禽類の大鷹の巣が確認され。 当初予定されていた5キロメートルのコースを4本設ける計画から5キロメートルのコース3本に変更された。その変更により工事による開発面積が最小限に抑えられたほか、選手がメイン会場に戻ってくる回数が多くなり、観客にとってはよりエキサイティングなレースが楽しめることになった。現地には天然記念物である 寄付帳が数植物も数多くあり、移植などにより保護に努められ、自然環境への配慮が生かされた会場である。当初計画していたバイアスロン会場は、環境保護のための沢温泉村に会場が変更された。評価の高かったアルベールビルオリンピックのコースを参照に、外略設計を行う。1992年8月から村内各地区への説明会開始。 1993年5月に環境影響評価の現地調査により D コース予定地に絶滅の恐れがある猛禽類の大鷹の映像が確認され D コースを建設を断念コース変更を加え国際スキー連盟の承認を受ける1993年秋より幼稚交渉1994年8月着工可能となり 効率化のため4分割指向区を13区分し、発注した。1997年8月末に、すべての工事が終了した。動植物等自然形態維持のため、コースは3面緑化とし、造成森林に在来種を植栽した。コンクリート作りは控え、木造とした。コース添いの水路には、規制二次製品を使用せず、景観配慮、河川保護を図った。 体形機が直径50センチメートル以上の樹木は極力残し、動植物の生息環境を維持した。やむを得ず、コースにかかってしまう。奇獣種、注目種の植物は移植を行い、希少動物は保護をした。脱水流出を防止するため、仮設鎮射地を造成した。工事費の総額が39億3700万円に収まる。 工事の一部を自衛隊に委託することで1億6000万円の事業費の削減ができた。白馬クロスカントリー競技場には、スノーハープという愛称が付与されて、白馬村より1996年11月25日に発表されている。この愛称を決定するにあたり、全国から522点の応募が寄せられ、その当時、白馬村立白馬中学校の在校生全員が、 候補作品の審査に参加し、2年生による企画部会にて審査最終選考候補を10点に絞り込み、この最終候補作品を白馬中学校全校生徒による投票にかけた結果、スノーハープが最高得票となったことによるものであった。なお、名称を考案した候補当選者は白馬連山を望む会場完成予想図を見てなんとも優しい感じ。 これはハープだなと直感したと、品の毎日新聞の取材に対して回答している。ありがとうございます。